これがさ、ね、1回目もかすかに聞こえるけどね。今のはここに入ってるやつね。で4回目でライターってなるわけ。あとさっき言ったエンディング、どの曲も全部エンディングが短いっていうのはさ、これね、はい、ビートルーズムっていうんです。赤版青版のね話を、しないという話をしようかと思って、あのね、赤版青版ね、新しく出たでしょ。これを話すとね、もういつも1曲2、30分下手すりゃ40分以上かかって喋ってるので、もうねとても24時間じゃ足んないぐらいなんでね。アルバムごとに喋ったこと今までないし、だから1曲1曲の中でね、今後赤版青版についても話せばいいかなって思ってはいるのね。っていうのはさ、あの赤版青版ってのはベスト版じゃん。だベスト版っていうことはさ、デビューからねずっとアルバムが出てるわけでしょ。あの中の曲をただ赤青にまとめただけじゃん。だからそれを、まあ、またね掘り返すよりもさ、新しく出たんだし全体的にいい音だから、これをまあデフォルトっていうかさ、これからの人はねこれを元にこっからスタートしてもいいかなと。要はあのサージェント・ペパーズあたりからずっとリニューアルされたじゃない。あのデミックスというか、あのジャイルズさんがねスペシャルエディションっていう形で、だあれ以降今日までずっとかつてのビートルズを音をこう洗浄したというか修正したというか聞きやすくしたと。だからそれ以降聞く方がいいのかなとは思うよね。俺なんかさ、昔の人間はさ、もうじいさんやおばさんは昔の音でこうもうこびりついちゃってるから、新しいのは音もいいしね、新発見もあるしいい感じではあるんだけど、やっぱりね曲によっては抵抗っていうほどじゃないけど、なんか違うなと。めちゃ音のいい新しい海賊版が出てきたって、ちょっと海賊版つっちゃひどいね。あの要するに聞いた雰囲気が違うから、いろんな再生の仕方で聞いたよね。例えばほら今はさ、もうこういう時代じゃん、あのインナーフォン、こういうさイヤホンとか、あとヘッドホン、ヘッドホンで聞く人が大半じゃん。あ、まああとはねスマホをそのまま聞くっていうのもあるけど、そうするとさ、昔のものはいいんだけども、昔のミックスっていうのはもう音がこう変な配置になってたから、あれを今の人にねヘッドホンで聞けっていうのはちょっと酷だよね。俺らは全然平気だけど、だから今度のミックスはそういう意味ですごく聞きやすいし、一個一個の音も立ってるしね、俺らからすると新発見、あるいはあの疑問、いろいろあるわけよ。で曲数も増えたしね、すごくいいんだけど、ちゃんと聞こうとするとやっぱり昔のレコードが一番いいね。さっき8割ぐらいいいって言ったけども、これは今に始まったことじゃないんだけども、昔からねデジタルになってから問題点が多いのよ。まず一番問題点は、あのね、最初にビートルズの曲が CD 化になったのはさ、1987年かな、全部 CD 化になったんだよね。その時に思ったのはさ、ほぼ全曲なんだけど、エンディングが短いのよ。エンディングが短いっていうのは、その後でちょっと理由を話すけど、これはちょっと SN 人がね、そういうノイズの問題もあったと思うんだけど、例えば、じゃーんって終わるのがさ、CD になったらじゃーんみたいな、極端だけど、みんな短いのよ。だ特にフェードアウトでだんだん消えていく曲なんかはさ、最後の方がもう2、3秒どころか、場合によっちゃ5、6秒以上短くなってるのあんのよ。もうペーパーバックライターなんかめちゃ短くなってる。多少ノイズがあろうがないしようが、昔のレコードを聴いてた方が俺なんかはね、なんかゆっくり浸って聴いてられるんだよね。あの音がないっていうのがすごいさ。だって、だんだんこう消えていく、消え際にさ、ジョンやポールがなんか歌ってたり騒いでたりする音がかすかに聞こえながら消えていくじゃん。その部分がもうみんな消えちゃってんの。要するにノイズ対策だよね。今だったらもうちょっとうまくできるのかもしれないけど、今度のリミックス版、デミックス版聞いてみると、やっぱりかつての CD ミックスの時とあんまり変わんないよね、エンディングは。うん。測ったわけじゃないけど、みんな短いもん。で、あの頃聞いてた音が今聞けない。それが一番なんか残念なんだよね。ただ、ね、今の人たちからすればさ、細かいことごちゃごちゃ言うなって、
そういう感じかもしれないね。慣れ親しんだ音じゃないと、車なんかで聞いててさ、ね、いい感じで聞いてたら、ところどころ、あれ、なんか違うじゃんっていうのは、これがね、いちいちそういう場面に出っくわすのよ、このレミックス版聞いてると。まあ、音は本当にいいんで、1曲目からね、楽しめたけども、最初に違和感を覚えたのはね、例えば C ラブズユー。ほら、C ラブズユーなんかはさ、ドラムから入るじゃん。ダランダラン、C ラブズユー、イェッ。で、ダランダランって鳴った瞬間は、おお、来た来た。すごいこう、いい感じで、音もね、ちょっと派手な感じで出てきたから、いいぞと思ったらすぐ、C ラブズユー、イェッがさ、なんか俺のイメージと違うんだよ。レベルが低くなってる感じ。あれ、ビートルズはさ、ボーカルバンドだからね、まあその演奏を派手にするのはいいんだけど、そのためにボーカルが遠のいちゃうのはすごく嫌なんだよね。だから曲によってはボーカルがすごい出てるのもあるし、なんだろうな、こう、アルバムを通して聞くと微妙にその辺が違うんだよね。だからさ、最初に言ったようにね、このね、新しいアルバムをこれからの正規版として聞くんだったら、それはそれでいいと思うわけ。これが耳にこうついてね、古いアナログレコードなんかはもう、それこそさ、過去の遺物だって言え、そんなことはないね。これを中心に聞いていけばいいと思うわけよ。で、これから多分、ビートルズのデビューアルバムからね、2、3、4、5、6ぐらいまでは出てくると思うわけよ。6っていうのは、ラバーソウルね。もうリボルバーまではやっちゃったから、デミックスを。あと6枚出た、まだあるね。マジカルミステリーとか、イエローサブマリンとかね。だから6、7、8、結構あるね。これからまた5年、6年、7年かかるんじゃないの？全部出てくるまでにはね。だけどまあ、こっから始まる、あるいはさっきのスーパーエディション、サージェント・ペッパー、あのあたりから、ビートルズのね、定番ビートルズとして集めたり聴いたりすればいいのかなとは思う。さっき C ラブズユーの話したけどね、他にも違和感あるんだよ。オールドブラウンシューなんかさ、これはこっちに入ってんだけどね。トゥンティーン、トゥンティーティーってあるじゃん。どうだったっけ。トゥンタトゥンタッタっていう。これがさ、1回目が聞こえないんだよね。ちっちゃく聞こえるんだけど。で、なんでそうなったのかよくわかんないんだけど、昔のね、オールドブラウンシューはさ、昔のオールドブラウンシューはこれに入ってたんだよね。で、これだけじゃなくてね、CD 版のこれまでの、こっちのね、こっち古い方なんだけど、これ2009年の9月9日か、999。トリプル9だった。9だったんでね。その時に出たこれはちゃんと聞こえるんだけど、今度のさ、これではさ、変なんだよね。ダブルで入ってるわけよ。もともとビートルズって音数少ないんだよね。4人で演奏したのに多少オーバーダブしてたりするけども、オールドブラウンシューなんかはさ、もともとその感想のね、トゥルルルルルトゥトゥトゥルルントゥ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 ルル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 ルって、これはさ、昔ので聞くとちょっと太い音のシングル弾きだと思ったわけ。ものでこう鳴ってて途中でこう分かれるんだよね。トゥルル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 ルで途中でトゥルル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 ルって分かれていくわけ。その分かれていくのはなんで分かれんのかなって昔思ってたんだけど、今回ので分かったのはもう初めっから分かれちゃってんのね。で、初めっから分かれてるから、一個一個のギターはまあ極端に言うとちょっと音の線が細いわけ。しかもね、途中でどっちだったっけな、こっち側、そっちから見たら、こっちから左側の音がね、欠けるのよ途中。弾きし損じたのか、なんか知らないけど、一瞬音が出ないのね。で、また出始めて行くんだけど、要するにさ、ジョージ・マーチンの頃は、二つの音を一緒にしてたんだよね。だから、その音の欠けてるところが目立たないわけ。だけど途中でこう、実は、二重取りしてたんだよ、みたいな感じで、最後の方でこう分かれていく。要するにステレオをね、あの頃としては、面白いステレオ効果だったとは思うけど、そういう風にやってたね。
それが今度はすっかり分けちゃったから、あの何でもかんでもステレオだからって分ければいいのかなって、俺はね、チャイルズさんがもしあのスタジオに俺がいたら言ったかもしれないね。だジョージ・マーティンがもしまだいたらさ、ジャイルズそこはこうだよあだよって言っ、あのアドバイスしたと思うんだよね。やっぱ音がちょっとこうもともと弾けてない部分があるわけだから、何も無理やりステレオにしなくてもよかったなと思うんだよね。でさっき言ったように途中のタン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 ってのは聞こえなかったりするのがさ、俺変だなと思うんだけど、ちょっとこれね、ね、1回目もかすかに聞こえるけど2回目がすごいでかいでしょ。こういうことはなかったのよ、かつてのシングルも青版にも。今度の一番新しい青版で初めてこうなった。ね、これ2回だってでしょ。ちょっとでもさっきのはどう、昔のやつはど2回とも同じぐらいのレベルで鳴ってんでしょ。これはまああの聞いてる人はわかると思うけど、ただ昔を知らない人はさ、別にこれでいいのかなと思っちゃうよね。そういう意味じゃさ、まあ問題ないのかもしれないけどね。あとさっき言ったエンディング、どの曲も全部エンディングが短いっていうのはさ、これね、あの SN 比の問題かなと。 SN 比っていうのはサウンドの S じゃなくてなんだ、シグナル、まあ信号だよね。シグナルの音とノイズの N ね、楽曲の音とノイズの比率のこと言ってんだけども、昔はさテープでアナログで録音してたから、もうどうしたって必ずヒスノイズが入るわけよ。あの DBX だとかドルビーだとか聞いたことはあると思うけど、それはあのノイズリダクションって言って、そのノイズを極力軽減するそういうまあ装置なんだけども、それで一生懸命ノイズ取ってたわけだから、レコードで聞く分にあんまり分かんないんだけども、やっぱデジタル化の時にね、どうしてもやっぱり音が小さくなってくるとノイズが目立ってきちゃうわけよ。それはもうフェードアウトの時、俺なんかいつもボリューム上げて聞いてたから、フェードアウトでなんかジョンが言ってるぞとかポールがなんか歌ってるぞっていうのを最後のギリギリまで聞こうとしたから、レコードなんかの場合はさ、アナログのね、エンディングいつもこうでかーくして聞いてたわけ。そうするとあーなんか言ってる、あーなんか歌ってる。だからペーパーバックライターなんかさ、ちょっと今やるけど、ペーパーバックライザー、ペーパーバックライザーって一番最後さ、ペーパーペーパーバックライザーって最後ペーパーバックライザー、それをさ3回か4回ぐらいで消えちゃうでしょ、あの CD の場合は。これはもう 前の CD もそうだし、今度のあの23年版赤版青版のね中に入ってるのもそうなの。ペーパーバックライザーって3回4回目で消えちゃうのかな。で最初の3回はさ、ペーパーバックライザー、ペーパーグライダー、ペーパーグライダーって3回やったら4回目にペーパーグライダーってこうちょっとこうフェイクするわけよ。あの拳をつけるっていうか、ペーパーグライダーってなるわけ。でそのライダーって言った後に消えちゃうわけよ、 CD では。ところが昔のさっき言った、あこれじゃないや、このねペーパーバックライダーでも俺なんか聞き慣れちゃってるから、ペーパーバックライター、ペーパーバックライターっていうフェイクっぽいやつが1回2回3回聞けるわけね。そんな細かいことどうでもいいかもしんないよ。でも俺なんかはさ、もうそういうので聞き慣れちゃってるから、あんまり早く絞られちゃうとさ、なんで最後まで聞かせてくんないんだよって思っちゃうわけよね。ペーパーバックライター、ペーパーバックライター、ペーパーバックライター、あのねここはずっと平坦なわけ。ずっと平坦。これで3回目。で、4回目で、ライターってなるわけ。ね？で、4回目、あ、5回目。次、6回目。ちょっと聞こえにくくなったけども。
そういうことなんだよ。結構長かったでしょ？ CD 聞いて、CD しか聞いてない人は、あ、エンディングこんな長いの？それがこのバージョンなわけ。だからアナログレコードの時はみんなそうなってた。みんなっていうかシングルしか出てないか。ね。シングルではそうなってるわけ。だけど、デジタル化になった途端に短くなっちゃったわけ。それは SN 比。やっぱ最後ね、ノイズを目立たなくするために早めに切り上げちゃったんだよね。って俺は思ってる。うん。だそういうのがすごいね、残念なんだし、あとさ、ジャイルズさんのね、これはジャイルズ、いつからかな、もう、今回のこれでは、ペーパーバックライター、途中にさ、ペーパーバックライター、ペーパーバックライダーオン、なんかこうエコーがワン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 ってかかるところが本当はあるんだけど、今度のはそれがちょっとなくなって平坦になっちゃってるわけ。一旦こうブレイクしてワン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 って、昔のはさ、多分 あのジェフ・エメリックさんとかあの辺が一生懸命ね頑張ってエフェクトかけたんでね、エフェクトチックにしたわけ。ワン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 ペーパーバック、あのワン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 がなくなっちゃったんで、すごい寂しいんだよね。要するにさ、ね、これが今度のやつ。昔のは、この違いわかるかな？これワン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 ってなってるでしょ？このワン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 がさ、何？ね、今のは昔の。今のはここに入ってるやつね。で、ジャイルズさんの新しいやつは、ね、あんまりワンワンワンがなくなっちゃ、ないでしょ。なくなっちゃったのよ。これちゃんと聞いてれば多少残ってるんだけども、不用意に聞いてると聞こえなかったりするんだよね。車なんかで聞いてると、あれこれ全然昔と違うじゃん。だから、音は良くなったんだけども、まあ、曲によっては配置がね、あれと思うのもまだあるよ。あるけど、そういう意味じゃさ、新手の、海賊版つったら怒られちゃう。新しい最高にいい感じの別ミックスだよね。だから昔の気分に浸りたいときは、やっぱり昔のレコードとか、最初のあの CD 化になったビートルズね。あれどこ行っちゃった？最初のビートルズは、こういうやつなのよ。これね、この中に入ってて、これが これいつ出たっけな、初 CD 化は1987年か。ね、20世紀だよ。20世紀の、まだ、あと12年ぐらい、2、3年残して、その頃に出たわけ。で、これはもう唯一のビートルズの公式版ということで、他のやつはもう全部ダメ。認めないっていう当時のね、そういうアップル側の姿勢があったんだけど、最近はもう関係ないね。いっぱい出ちゃってる。本当にこの時はもうこれしかないっていうことで買ったわけよ。買ったっていうか、当然初 CD 化だから買うさ。買うよ。それまでアナログ版しか聞いてなかったからね。で、確かにこれ聞いた時は、あ、音すごい確かにいいなと。ジョージ・マーチンさんも言ってたよね。これスタジオで聞いてた時の音に近い。スタジオで聞いてるみたいと。家で聞いてもスタジオの音がしてると。って言ってたよね。まあただね、なんかそのスクラッチノイズとかがなくなってはいるんだけど、確かにそれで音がいいんだけど、なんか、その、針を落として聞いたアナログ版の、なんていうか、高周波とか、シャキッとした感じがさ、あるんだけど、なんか雰囲気違ったんだよね。不思議だよね。レコードで聞くのが、やっぱり一番好きかな。まあ、今ね、レコードあるけど、いちいち書けないよ。やっぱりこう、便利なデジタル版で聞いちゃうんだけどさ。ただ、何しろさっきも言ったけど、最近の人はもうヘッドホン、イヤホンで聞いてるから、この赤版、O版は、やっぱりいいんじゃないかなと思う。これは否定はしないけど、ただ違いはたくさんあるなっていう、そういうこと。違うからダメっていうかさ、まあでもな、自分としては、まあ残念というかもったいないなって気もするんだよね。それは勝手な意見だけどね。でね、あとこう、これモノ版っていうのがあって、モノ版はアビーロードとレッド・イット・ビーが入ってないんだよね。あれ、モノないんだよ。で、なんでさ、モノ版とステレオ版があるの？まあそれは、モノはね、昔は技術が足りなかったから、トラック数が少なかったからモノだっていうのは、これは正解なんだけど、もう一つあるのよ。なんでビートルズ、ジョージ・マーチンやさ、まあこれ会社の方針だと思うけど、ジョージ・マーチン、ジェフ・エメリック、モノラルを真剣に作ってたか。ね。
ジョージ・マーティンさんに言わせると、モノラルがビートルズの本当のその真剣にミックスした音で、ステレオはまあおまけみたいなもんだと。なんでこんなこと言うんだろう、時代はどんどんステレオになってたのにさ、なんでモノラルせっせと作ってたの。これはあのね、プロモーションっていうのはね、ほとんどがラジオだったわけよ。ラジオとかその他他全部、まあお店で流れたりどっかで流れる音は全部モノラルだったわけ。モノラルのいいところは、真剣にミックスすればそれ改変できないのよ。ドラムだけ大きく聞こえるとか、歌だけ小さい大きいっていう、そういう差が出ないわけ。もうちゃんとしっかりミキシングしてるから、どんな装置で聞いてもさ、基本的には同じバランスで聞こえるわけ。でもステレオの場合はさ、あの頃のステレオって本当に元トラックが少ないせいか、右がドラムで左がギター、真ん中歌、ひどいのはもうこっちが歌でこっちがドラムみたいのもあったわけ。これだとさ、リスニングポイントっていうか、聞く位置によって音が変わるわけよ。昔あのロック喫茶っていうのをね、1970年代よく行ったんだけども、もうでかい音でうるさくてさ、煙がムンムンで、だけどご機嫌なわけよ。音がでかくて気持ちいい。だけどスピーカーのそばに座った時なんかさ、もう一個のスピーカーは向こうにあるから、ビートルズのそのステレオ版の曲がかかるとさ、こっちはドラムばっかり聞こえるけど、歌があんまり聞こえない。歌が遠くのあっちの方で聞こえてるわけ。バランス悪いわけよ。ただまあ、それはそれで楽しんでたんだけどね。ベースばっかり鳴ってて、歌が聞こえないとか、歌ばっかりなのに演奏が聞こえないとか。だから、リスニングポイントが問題なわけ。スピーカー、2つのスピーカーの真ん中で聞けばいいんだけど、そういうことが起こるわけよ。だから、モノラルにしてたっていうのもあるし、もう一個は、あのね、ステレオでミックスしたやつを、昔の技術だからいろいろ位相の問題があると思うんだけど、ステレオでミックスしたやつをラジオ局がモノラルにしちゃうと、位相の関係でね、ある周波数の音が消えちゃったりするのよ。消えるか軽減するか。要するにさ、一時さ、カセットだとかなんかステレオにボタンを押すとノイズ、ボーカルキャンセルみたいなボタンがあった時代があるんだよね。それはあのカラオケが流行った頃、なんとかレコードからボーカルを消してカラオケにできないかっていうのがあってさ。で、それはその音響の原理から言うと、真ん中にある音は消せるわけ。どうやって消すかっていうと、右と左の位相を逆にしてモノラルにすると、波と波が打ち消し合って真ん中に入ってたボーカルが消えちゃうのよ。だから、カラオケが流行った頃はそういうスイッチ、ボーカルキャンセルスイッチみたいなのがあったわけ。今もあんのか知らないけど。ただし、エコー成分は消せないわけ。エコー成分はステレオで広がっちゃってるから、真ん中のボーカルは消えるんだけど、エコーのボーカルが微妙に小さい音でワンワン待って歌詞が聞こえたりしてた。そういう曲、ものもあるわけね。だから、要するに、今言ったように音が消えちゃうわけよ。位相がずれてたりすると。ラジオ局はそのレコードをかけてくれるわけじゃん。で、ステレオをラジオ局に渡すと、ステレオだった曲をわざわざモノラルにして放送するから、場合によっちゃシンバルが聞こえづらかったりとかね、チッチッ、あるいはバスドラの音が貧弱になったりすることがあったらしいのよ。だからやっぱりそのラジオメインだったからね、あの頃はね、ホワイトアルバムとかもうちょっと後ぐらいまではステレオを作って、モノラルで来てたけども、アビーロードとレッド・イット・ビーの時は以降はモノラルはやめたんだよね。もうだから技術的にその位相がどうのこうのっていうのは解消できたんじゃないの。昔はだからね、俺は70年代以降しか知らないけど、スタジオでレコーディングなんかすると、真ん中にオシロスコープがあってね、それで位相のチェックをしてたわけ、いつも。で、最終ミキシング、ミックスダウンするときに、位相の乱れがないか、オシロスコープで見ながらやってたもんね。だからすごい大事なのよ。最初は何のためにあんだか分かんなかったんだけども、そういうその、どんなその再生装置で聞いても、問題のないように相当考えてたんだろうね。だからモノがもう間違いなく完璧なミックスだったわけよ、あの当時は。で、今はもう技術がめっちゃ進んでるから、今のステレオはね、だいたいドラムは真ん中だよね。キックとかベースもだいたい真ん中、中にはわざとこう広げてる人もいると思うけども、だからそういうことでさ、モノとステレオの歴史っていうのはそういうことがあったわけ。だからビートルズは基本はモノがいいと。ただやっぱりね、ラブミードゥなんか聞くと、モノしか聞いてなかったからさ、すごく良かったよね、パーッと広がって。うん。あとまあ、パッと思いつく順で言うとさ、例えばストロベリーフィーズなんかは、途中の1分あたりのつなぎ目が昔は分かったんだけど、今は全然分かんなくなっちゃったね。もうそういう技術は今もうデジタルでいくらでもできちゃうから、ノーエアマンなんかはさ、感想のギャー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 って、あれが、右かなの方に行っちゃってて、
なんかあの醍醐味がなくなっちゃったね。あのギンギンギラギラのすごいトレブルトーンの効いたあの音、あの感じがなくなっちゃったのはなんか寂しいというか。コーラスはね、あれは基本的にはジョンが一人でコーラスしてるはずなんだけど、エンディングはポールが高い方歌ってるけどさ、あれも不思議なことにちょっとこう音が分かれてる。やっぱこれはあのマルシステムのおかげなんだろうね。うん、すごいね。俺もね、あの昔はアイソトープ RX なんとかとかさ、今ねリップ X っていうそのマルシステムにちょっと似たやつを使ってんのね。それでやるとあのモノラルからボーカルやドラムギター分けられるのよ。高い方と低い方をこう出しといて、高い方だけ消したり低い方だけ消したり、それでやりくりしていくとワントラックに入ってるボーカルも2つに分けることができるっていうのを発見して、マルシステムはその人の声を機械に覚えさせて、この音だけを抽出するとか、この音以外を消すとか、なんかそういうことができるんだろうね。すごいね。だから今回のこれが叶ったんだけども、ただやっぱりね、ジャイルズさんはあの人いくつだっけ、ビートルズの現役の頃は知らないよね。確かなんかで言ってたけどね、やっぱり赤版青版がジャイルズさんにとってはビートルズ体験の初期の頃っていうか、あのあたりがすごい未だにこう覚えてるみたいね。懐かしいビートルズの思い出だからね、そのビートルズの入り込み方が違うのかなとは思うよ。いや、ただそうは言ってもね、あの人はもう実際ビートルズのマルチ聞いて相当やってるだろうから、そんなに間違いはないし、一生懸命オリジナルのビートルズに近づけようとはしてるとは思うんだけどね。あとそうね、もっと気になったとすればね、アイアムザウォーラス、とにかくみんな音はいいよ、いいんだけど、アイアムザウォーラスのさ、あの途中のさ後半のね、感想というか、あのラー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 ってとこあるんだよね。あそこがすごいちょっとね、ストリングスでで、そこで音がこう動くんだよね、うーって。で真ん中あたりに来た時に音がちょっと消えるっていうか小さくなるような、それね、聞く環境によって変わるんだけどね。ステレオであのリスニングポイント真ん中で三角形の頂点で聞いてると、まあ普通に聞こえたかな。いやいや、ステレオスピーカーで聞いた時にちょっと小さくなった。ヘッドホンで聞いてた時はそれほど気にならなかったかな。これ不思議なんだよね、位相の問題かな。さっき言った真ん中ら辺くんとちっちゃくなるんだよ。俺んちのあれがおかしいのかもしれない。何しろでも今までのビートルズのレコードではそういうことなかったからね。ミキシングも随分このウォーラスに関しては変わってるね、後半がね。だからこれいちいち一個一個取り上げて言ってたら、さっき言ったように何十時間かかっちゃうから、まあこれはね、聞いた人が OK ならいいわけよ。いいじゃん、これいい音だし最高って言うんだったら、もうそれで今後行けばいいしね。俺みたいに下手に昔の中途半端に知ってるとさ、なんかあそこが違う、ここが変だとかってなっちゃうわけだけど、どこまで行ってもエンディングが短いっていうのはね、とにかく残念。その辺はね、今度ジャイルズさん Please Please Me から With the Beatles Hard Day's Night、なんだ For Sale ね、Help Lover Soul 作っていくでしょ。その時はぜひね、エンディングをもうちょっと残してほしいね。今はノイズ取れると思うからね、そのヒスノイズとか。だからビートルズのそのオリジナルマスターに入ってる長さのまんま残してほしいなと思う。例えばもっとわかりやすく言うとさ、昔の名画 AR でしょ、絵画。あれをほら、洗浄とか修復とかって一時流行ったっていうか、まあ知らないだけでずっとそれはやってるんだろうけど、あの話題になったことあるじゃん、修復したら変なになっちゃったとかさもうね、ジャイルズさんのそういうんじゃないんだけど、やっぱり修復すると印象変わるわけよ。ダヴィンチの絵だってさ、最後の晩餐とかさ、ラファエロのなんとかっていう、みんな絵を修復したら茶褐色っていうか黄色っぽくなってた絵がさ、鮮やかな色に変わっちゃったりするじゃん。昔の人は鮮やかなのを知らないから、あんななんかヤニかなんかで茶色く黄色くなったような、まああれニカワじゃなくてなんだっけ、なんとかっていうあれを使ってんだよね、あのニスみたいなやつを。それで経年劣化じゃなくて表面だけがちょっと汚れて黄ばんじゃったっていうか、だけど
面白いもんでさ、評論家たちはずっとあの色はね、芸術的な色だと思って、そうやって紹介してたよね、昔。この色は素晴らしいとか。ところが、掃除してみたら全然カラフルな色になっちゃってたみたいなさ。もうだから評論家だっていい加減だよ。いい加減だよね。昔の汚れてたやつをさ、芸術的な配色だなんて言ってた。まあまあ、それはいいんだけど、あれってほら、俺、若い時タバコ吸ってたからさ、わかるんだけど、タバコなんか吸うと、壁とかちょっと茶色くなるよね。カセットなんかいっぱいこう棚に置いといたら、カセットの背中がさ、背中ってカセットの背中、このカセットのね、ここの部分が茶色くなったりするわけよ。そこはまあ、ティッシュかなんかでハーってやって拭くと、ピカピカになるんだけど、絵にも、どんな気をつけていても、何十年とか100年とか飾ってたらさ、それ茶色くなるよね。で、それを洗浄してみたら、元の綺麗な色が出てきて、びっくりしたと。だからそれが今度のこのアルバムにも近いことが言えるんじゃないかなって。うん。すごく音がクリアになって、綺麗になって、極彩色になって、びっくりした。だけど何かちょっと昔と違うところもあると。だから修復ミスは困るけどね。俺なんか昔日光の見ざる聞かざる言わざるなんか見た思い出があるけども、最近の修復でさ、なんかアニメの猿みたいになっちゃったじゃん。何これと思ったよ。俺がやってももうちょっとそっくりに修復できるかなと思ったよ。だって全然違うんだもん。なんであんな違っちゃうの？おかしいよね。なんで任せる方もさ、俺なんかそんな素人だけどもさ、もっと細心の注意払って原型をさ保った感じに修復すると思うけどね。わかんないよね。不思議だよ。まあだからね、だからといってジャイルズさんがどうのこうの言うわけじゃないんだけど、やっぱりね違いはある。うん。だからいい意味では鮮やかになったしね。絵で言えば。こういう感じで鮮やかになったわけ。うん。鮮やかになったけど、失われた部分もなんかあるのかなって。それはね、だからさっきも言ったように昔聞いてた人がごちゃごちゃ言ってるだけでさ。うん。だから、まあいいんだけどね。だからもうちょっと言えばね、シーラブズユーのイントロのドラムがでかいとかさ、そういう意味じゃ、ウィザー・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズの途中のフィルインっていうか、ダン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 リングのドラムがあるじゃん、ドラム。タムタムかな。あれがやけにでかいんだよね。要するに、こう平均的に歌ってたのが急にドラムになってドンドンドンって大きくなってまた戻るみたいなさ。わかんないけど、俺はそう感じたよ。だって昔のでは感じないからね。昔のを聞くと。今度のミックスでそれを感じたっていうことはさ。何デシベルか 0. 何デシベルか分かんないけど、そこだけ大きくなったっていうかさ、イコライジング変えたのかな、目立つように。あるいはパワフルになるようにね。まあその辺はちょっと技術的なこと分かんないんだけど、聴感上はやっぱりちょっとね、大きく聞こえた。何なんだろうな。まだ今生きてるリンゴにごますったわけじゃないでしょ。なんかそういうのがいくつかあるんだよね。ハードデイズナイトのイントロが印象変わったね。じゃーんが。はっきり聞こえるけども、昔の印象とはちょっと違うね。まあ、リンゴのドラムかそのパーカッシブな音が頭についてるから、パーンって。すごいこう、イントロがはっきりとパワーが出たよね。ただ音色っていうか不思議な行動感。あれ微妙に変わったかな。F アドナインスの音に、ポールの D のベースと、ジョージ・マーティンのなんかね、G サスペンテッド4的な音。あと、ジャイルズに言わせると、ジョンが D のサウス4、サスペンテッド4を弾いてるって言うんだけど、ちょっと今度、ゆっくり、もう一度解析してみようかなと思って。ハードデイズナイトのイントロね。昔一回やってるんだけどさ、まだ何パーセントか不明な点があるんでね。もうちょっとわかるかもしれないね。そのリップ X っていうのを使ったらもっとわかるかもしれない。リップ X ってその丸システムみたいなやつね。あと思ったのはさ、ジョージの、If I needed someone, if I needed someone, 恋をするなら、あれの途中の、あーっていうコーラスが肉分ちっちゃいかなと。なんかさ、細かいこと言ってるようだけど、そういうちょっとした違いがこう聞いてて、はっと気がついちゃうんだよね。普段は車運転して流れてきてもさ、普通に楽しく聞いて、楽しくっていうか、聞き流してるって感じなんだけど、聞いてないつもりでもその部分に来ると、あれって思っちゃうわけよ。
聞いてなくても違ってる部分に差し掛かると気がついちゃうわけだからね。確かに違うんだよ。イエスタデーなんかはストリングスがちょっとこうステレオっぽくなったよね。どうだったっけな、右の方に、そっちから見て右に多分ビオだとチェロがあってバイオリンが左だよね。そう、そんな感じに昔はそんななってなかったよね。これすごいね。まあまあ音の高さが違うからあのマルシステムで分けられるんだろうね、簡単にね。ガールのベースがなんかちょっと違和感あったかな、なんかちょっとちっちゃくなったのかな、どうだったっけな。まあディアプルーデンスみたいなね、ああいうあのフェードインで出てきてたような曲がちゃんと頭から聞けるっていうのはこれはまたいいよね。うん、いいけど本来のアナログレコードではそういうのはなかったわけだから、そういう意味では違っちゃってるんだけどね。違ってるけども一曲として聴けるしね。だって With a little help from my friends なんかはさ、繋がっちゃってるじゃん、サージェントペパーと。だからあの曲だけを一曲聴こうとすると、どうしてもぶつ切りで歓声のあーっていうのから入ってくんだよね。あれのない純粋なイントロから入ってるやつを聴いてみたいよね。まあね、でもね、あのちょっと話は昔に戻るけど、1973年にこの赤版青版が出たでしょ、ね、これ当時ね、俺買うつもりなかったのよ。だって全部持ってんだもん、一曲一曲はね全部持ってるし、要するにビートルズのレコードを全部持ってる人はこれ買う必要なかったのよ。なかったんだけど、発売になるとさすがについつい買ったんだけど、それはさ、ジョージ・ハリスンが選曲したっていうのがあってね、俺最初選曲見た時に、なんかあの曲がなんでないのとか、この曲はいらないことはないけど、この曲を入れるんならあの曲があってほしいなっていうのがいくつかあったわけよ。要するにファンとしての不満だよね。だけどジョージが選曲したって聞いてさ、そうか。俺の不満は例えばタックスマンが入っててほしかったのよ、ね、嘘つき女とか。なんで入ってないんだろう。でもジョージが選曲したって言うから納得するしかないじゃん。ああそう、じゃあいいのか。ジョージはね、あんまり出しゃばって自分の曲をあえて あんまり入れないようにしたのかなとかさ。でもそうじゃないんじゃん、結局アラン・クレインじゃん。アラン・クレイン、クライン、アラン・クレインはさ、手下みたいなアランなんとかってもう一人いるんだけど、その人にやらせたっていう話もあるんだけど、要はさ、ビートルズが解散しちゃったじゃん。アラン・クラインとしてはビートルズのレコードが出ないことには自分は儲かんないのよ。だけどもう4人バラバラだし、なかなかビートルズのレコード出せない。だからジョージが喜ぶようなさ、あのサムシングを A 面にしたシングル出したりとかね、結局はこれジョージが選曲したっていうことにして出したのもさ、なんかそのいろんな作戦があったと思うし、まあ彼が選曲したって世の中に広まっちゃうとやっぱり反発が出たと思うんだよね。人それぞれその選曲に対する思いがあるからさ、もっとこの曲なんで入れないんだよってなるじゃん。でもジョージがやったって言うとさ、おそらく誰も文句言わないもんね。ああジョージがやったんならまあじゃあいいかみたいな感じ。そうで、俺もずっとしばらくそう思ってたで、割とね時間経って、最近ってことないけど、ずいぶん前に、いやこれはジョージが選曲したんじゃないってことが分かって、ああびっくりしたよ。まあでもそれでね、またセールスに結びついたと思うし、その選曲があったから、まあまた今回のこれがあったし、実際あの時相当売れたんだよね、あの1973年の時。73年だろ、13年、もう50年も前、これ50年も前に出てね、あそうか、50周年記念だ、そうだよ、その時生まれた人がもう50歳だよ、と思うよね。だからさ、もう本当にね、同じレコード CD いっぱい持ってる感じなんだけどさ、まあ赤版青版の話はしないっていう話でちょっとまた時間食っちゃったんだけど、まあまあとにかくまとめとしてはね、これはいいと思います。本当にね、音は良くなったし、そのステレオの分離もね、リアルステレオっていう意味ではね、いいと思います。昔だって俺が聞いてた頃なんてインチキステレオばっかりだからね。でもその頃はいいと思って聞いてたんだけど、やっぱり今回こうなってみると素晴らしいわ。あのね、オールデイズっていうレコードが いつだったか出たんだよ、1967、いつだったか、7年ぐらいかな。オールデイズ、バッドゴールデイズ。あ、ちょっとそれ探してみよう、どっかにあった。
これだ、これこれこれ。ね、オールデイズ・バッド・ゴールデイズってあって、これはさ、いつ出たんだっけな。まあいいや、後で調べる。1960年代のどっかに出たのね。オールデイズ。バッド・ゴールデイズ。いいね。古いけど、輝いてるってさ。これは日本来た時の、あれかな、ことぶきの。これはね、全部持ってる曲なのに、買ったんだよね。なんで買ったかっていうと、たった一曲だけ新曲が、新曲っていうか未発表曲が入ってて、あの、バッドボーイっていう曲が発売されてなかったんだけど、ここに入ってたわけよ。これあの、ベスト版っていうか寄せ集め版なのに、それが入ってたわけ。それと、これで初めてステレオになったのあるんだよね。She Loves You とか、From Me to You。そう。それも聴きたくて買ったんだよね。わざわざ。もう他の曲はみんな持ってるんだけどさ。この時に初めてね、そのモノラルがステレオになった、その喜びっていうか、音の広がりを聞いて楽しめたっていうかさ、やっぱステレオすごいなと思ったよ。だからあの当時は、本当にね、なんでモノラルばっかり出すんだろうと思ってたよ。で、シングル版はずっとモノラルだったからね。初めてステレオになったのが、ヘイジュード。ヘイジュードはステレオだ。ヘイジュードはモノラルだね。何にも書いてないの。あの、昔わざわざさ、ステレオとかモノラルって書いてないのよ。ステレオにはステレオって書いてあったけど、なぜかっていうともうモノラルが当たり前の時代だから、わざわざモノラルなんて書いてないのよ。あの頃テレビで言えばさ、白黒が当たり前だったから、カラー放送が1964年ぐらいに始まって、ラテラン、ラジオテレビ欄新聞のね、あそこに時々カラーとかって書いてるわけ、ところどころ。一日に何十分しかカラー放送しないんだけど、だから見たい番組じゃないんだけど、色付きを見たいからわざわざ新聞でカラーって書いてあるのを探して、ああ、やってるやってる。カラー見てみよう。ああ、色がついてる、綺麗だとかさ。それと同じようにね、わざわざモノラルとは書いてないわけよ。当たり前だから。で、だんだん1967、8年、9年ぐらいになってくると、ステレオじゃないやつにちゃんとモノラルって表記されるようになったんだよね。で、この辺まではまだモノラルなんだよ。で、これだ、これ、これ。オールドブラウンシュート、ジョンのヨーコ。ジョンとヨーコのバラ。こっからステレオになったんだよ。ここにステレオって書いてある。そうそうそう。ここにステレオって書いてあって、アップルになってるわけよ。うん。ちょうどこの頃からアップルになってんだよ。そう、これになったわけ。ね。そうそうそう。これ今見てたと思い出した。そういうことなの。だからこの一個前のレコードがこれかな。ね。これはまだオデオンだからね。あの、ヘイジュードあたり、レボリューションあたりはオデオン。そうそうそう。で、この後はモノラル版に関してはわざわざモノラルって表記するようになったの。そうだそうだ。まあだからね、まあ、さっき言ったそのノイズ、SN 比っていうさ、ノイズをこう軽減するのに、あの DBX と言ったっけか ?DBX、ドルビーノイズリダクションの話したっけか。まあその話は、まあいいや、今度またしよう。もともとビートルズのレコーディングはさ、特に初期ね、初期のレコーディングは音数が少ないから、あの、ファーストアルバムなんかほとんどもうギター2本、ベース、ドラム、歌だけだから、それをさ、ステレオに分けるっつったって限度があるわけよ。それこそその、ドラム右ギター左歌が真ん中とかそういうわけ、まあ、というわけで結論としてはね、このアルバムはさっきも言ったけどいいんじゃないでしょうか。うん。だから俺も時々聞くけど新しい音としてね。だけど車なんかで聞くときはね、そんなもう何が何でもステレオじゃなきゃダメってこともないし、昔の音で聞くかな。でもこれはとにかくいいです。面白いって、散々大昔から50何年前から聴いて知ってる曲ばっかりだけど、やっぱり新しくこうミキシングのね違うのを聴いて楽しめたし、これからの人はこれをデフォルトにしてね、これがビートルズの定番サウンドと思って聴いてもいいんじゃないかなと。それでまあまあまあ気分によってはね、ちょっと昔の聴いてみたいなと思ったら昔のを探して聴いてみて、あれはちょっと違うなと、その違いを楽しんでもらったらいいのかなってな感じかな。まあまあね、ビートルズは本当にね、未だにリリースされ続けてるからね。新曲がこの間の Now and Then で最後だとか言われてたからさ、これからまたジャイルズさん頑張っていろいろ出してくると思います。うん。それはそれで楽しみに待ちたいと思うしね。うん。With the Beatles なんかもモノラルだったしね。それがステレオで聴けるようになるんだとしたらいいかなって思います。
はい、では青版の話はしない、青版の話はしないっていう話をするのに結構また長々と喋っちゃいましたけど、はい、ということで、また次の機会なんかあります。最後にちょっとだけ言うとさ、1964年にビートルズを知って、その頃アルバム買えなかったから友達に借りたんだけど、初期のアルバムはね、こういうやつだったのよ。ね、これ With the Beatles じゃなくて Meet the Beatles。ね、モノラルで、1曲目が抱きしめたい、2曲目が She Loves You、From Me to You。まあそういう要するにアメリカでシングルが発売になった、そんな順番なのかな。そんな風に入ってるわけね。で、これはさ、セカンドアルバム。ね。だから、イギリスとかアメリカの事情を知らないから、俺なんかは、これが本当にビートルズのファーストアルバムだと思ってたわけ。これがセカンドアルバム。タイトルがセカンドアルバムだからさ。って思ってたわけ。これなんかは、Can't Buy Me Love から始まってんだよね。Do You Want to Know a Secret が2曲目で、Thank You Girl が3、蜜の味とか入ってんだ。だから、これが正式のビートルズだとばっかり思ってたの。全然違ってたの。ビートルズが日本に来た頃はこれがビートルズだ。ステレオ、ザ・ステレオ、あ、違う、ステレオこれがビートルズ。そんなタイトルのアルバムが出て、そこで初めてステレオを聴くんだけど、それがもういわゆるその、泣き別れって言われてる音だったと思うんだけどね。欧米の人とはちょっと違った聴き方してたんだよね。まあ日本が勝手に独自の選曲でやってたんだよね。だから随分後なんだよ、その本当のイギリス版を聴くようになったのは。だからその初の CD 化の時ね、この初の CD 化のここで、まあおそらく多くの人が初めてビートルズのオリジナル、イギリスのね、オリジナル版をここで耳にしたんだと思う。うん。はい、ということで、赤版青版の話はしないという話でした。本当にしないです。はい、よろしく。違ってる部分に差し掛かると気がついちゃう。イエスタデーなんかはストリングスがちょっとこうステレオっぽくなったよね。右にリオだとチェロがあって、バイオリンが左だよね。昔はそんななってなかったよね。まあ、ディアプルーデンスみたいなね、フェードインで出てきてたような曲がちゃんと頭から聴けるっていうのは、これはまたいいよね。うん。一曲として聴けるしね。だって、With a Little Help from My Friends なんかはさ、つながっちゃってる。